問シーン必要？お久しぶりです。更新しやすすぎて、いろいろ心配されてたりしたんですけど、元気にやっております。まあ、5月の末にシーズンが終わって、そこから2週間ほど日本に帰ってました。で、またもうドイツに戻ってきてます。まあ、去年の7月にドイツに来て、まあ、約1年ぶりの日本の帰国だったんですけど、海外に出ると日本の良さが分かるよっていうことをよく言うと思うんですけど、本当にその通りで、トイレ綺麗だし無料だし、あとはご飯美味しいし安いし、電車は時間通り来るし、生卵食べれるし、まず言葉が通じるっていうのもあるし、改めて日本ってすごいいいとこだなって思いました。別にドイツが嫌いとかじゃなくて、ドイツはドイツで好きな部分もめっちゃあって、僕はこっちの生活も好きなんですけど、日本戻るとやっぱ日本もいいなって思いました。今日は専属シェフとして1年間サポートさせてもらった振り返りをしようかなと思ってます。なんかこのまま喋り続けるとあんまり長くなっちゃうんで、またこれは後で話そうと思うので、気になる方は引き続き動画見てください。まあ、今日もオフなので、まあ、ドイツでどういう感じでオフを過ごしているのかみたいなのをお送りしようかなと思っております。ちゃんと言った通りだって。いただきます。もあんま戻ってる、うん、今から車借りに行くんですけど、まあ、カーシェアなんですけど、街中にいっぱいあって好きなのを選んで乗れるっていうやつです。4時間。5じゃん。いや、5ないね。何次？4の次は6。6で意外と時間持っていけばいいんじゃない？6で 40.99。 まあ別にか、こいつですね、今日の相棒。これドイツの運転免許証なんですけど、期限が2037年。気になること、一池田ファンとして気になることこれ疲れんの今のとこ。なんだろう、特にないんだけど。ドイツの食べ物ありますか？まずカリーブーストじゃない？はいはい、カリーブールストじゃん。ブールスト、スタジアムの、スタジアムにはほぼほぼずっとあるやつで、別にドイツ料理で好きなものはあんまりないけど、あ、まあ果物はやっぱり美味しいかな。果物の量、食べる量は増えた、うんうん、一番好きなのはキウイ、ゴールドキウイ栄養的にも素晴らしいから、はいはい、とりあえずゴールドキウイ1個食っとけば安心的な、安心感与えてくれる存在なんで、あとはまあケバブかな。ケバブ、こっちに来てケバブを食う回数がめっちゃ増えて、吉野家があるんだ。吉野家、牛丼屋。帰ってすぐ食べたよね。吉野家、すき家、松屋とか、あの値段で、あの速さで、あの質で出てくるっていうのは、えぐいですね、やっぱり。お水もタダだもんね。お水もタダだし。こっちで安くてお腹いっぱいになろうと思ったら、パン食うか、ケバブ。ケバブ食うかしかないから。5ユーロで、あの質で腹いっぱいになるって、最強だよね。確かに、こっちに吉野家あったら多分毎日行っちゃうぐらい。あ、朝からやってるもんね。いや、もうすごいね、あれは。なあ、当たり前じゃないよっていうのもやっぱり伝えたい。伝えたいです。まあ、ドイツ人も優しい人は優しいし、冷たい人は冷たいしって感じだけどだ、割とでもなんか人は人、自分は自分みたいな感じもあるし、自分の主張はするしみたいなのがドイツ、うん、日本は
割と同調圧力が強いっていうか、みんな一緒じゃないとみたいなとこがあるのが日本なのかなっていうイメージ。あれ尻尾なのかな。尻尾でしょ。今はもう割と慣れて別に楽しんでるけど、我々はさ、はい、夫婦で結婚して初めて来たのが、初めて一緒に暮らすのがドイツだったわけじゃないですか。ついて3日目で大バトル伝説のね、大バトルして、確かに喧嘩はやっぱいろいろありましたけど、環境は変わって慣れるまで奥さんもやっぱ大変だったんでまあでも乗り切ってからは割と楽しくやってますね。まあでもそんなもんでしょ、環境変わるなんて。あとは周りの人にだいぶ助けられまくったおかげで、いろいろスムーズにことが進んだりさ、それがなかったらもうもっと大変だった、ね、大変だったね。ないとあれないもんね。あ、カゴあるわ。これ？いや。これ聞こえるようになった私も。あ、指、指すごい指入っちゃった。どれがいいかな。安くね。あ、2.14。してすぐに自分のやりたかった仕事ができて、アスリートを支え、職で支えるっていう自分のやりたいことができてるし、実際にそれをやってみて、それがやっぱ想像通り素晴らしいことで、楽しいことなんだな、やりがいのあることなんだなっていう風に感じましたし、やっぱりもともとサッカーやってて、サッカー好きなのもあって、去年はワールドカップもありましたし、普段のブンデスリーガの試合もそうだし、まあ、シーズン中毎週サポートしてる選手が出る試合がある、でそれを見れるっていうのは非常に楽しいし、うん、嬉しいし、そこにやっぱりやりがいをすごい感じるかなと思ってますね。テレビ撮ってめっちゃ見てる、めっちゃ見られてるよまあ、日本食の食材も調味料もデュッセルドルフなんで、まあ手には入るし、和食は本当に作りやすい環境だなと思います。僕は今まで自分で自分のために料理をしてきただけだったので、それが対人、まあ日本代表するアスリートに食事を出すっていう時に、その料理のスキル的なところをやっぱりも大事だなっていうのはこの1年で本当に痛感した部分で、まあ、料理人としてのスキルと、アスリートのための栄養の知識、はい、それを掛け合わせてどれだけ体に良くて美味しいものが作れるかっていう、そのスキルを上げていかないといけないなとまあ今年1年やって痛感しましたし、まあ、どっちかだけでもダメ、ダメだし、まあ、自分の中で栄養の知識はずっとやってきてて、ある程度は自分でやってきた経験と学んだ知識である程度あるとは思ってたけど、それでもまだ足りないと思うし、料理のスキルに関しては本当にもうほぼ素人に近いような場所からやってるから、もともと料理は好きなんで、もっと料理うまくなりたいなと思うし、自分ができる料理が増えていくことは嬉しいですね。Dica.
Couch darüber ist hässlich. デュオリンゴはなんだかんだ319日続いてるんですけど、まあ喋れるようになったかっていうと全然です。うん、スイカ。今回帰った時にカセットコンロを3つ日本から持って帰ってきたんですけど、ガス入ってないから大丈夫だと思ってたら、事前に荷物預ける時に言わないといけないらしくて、知らずに段ボールに詰めて預けてたので、空港で名前を呼ばれて搭乗前に段ボールを1回開けて中身をチェックされるっていう事件がありました。なので皆さんカセットコンロ持ってくる際はお気をつけください、まあ、ドイツでもカセットコンロっぽいのは売ってるんですけど、まあ、でもやっぱり日本製の方が間違いなくいいだろうというのと、今回日本から一番持って帰ってきたかった、まあ、ほんと炭じゃないんですけど網焼きができるっていうので、まあ、ガスも別にこれは売ってないんですけど、こっちにあるガスで使えるので